こんにちは、授業準備 TV のちゃんみおです。学級でのレクで必ず盛り上がるクイズ大会、そんなクイズ大会で重宝するアイテムといえば早押しボタンですよね。しかし早押しボタンを押した順番を音で判断しなければならないタイプだと公平性を保つことが難しいということも。そこで今回は投稿者の先生にお寄せいただいた一人一台端末を活用してオンラインで公平に使用できる早押しボタンをご紹介します。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録お願いします。今回ご紹介するのは早押しボタンオンラインというウェブサイトです。一人一台端末を活用して無料で使用することができます。概要欄の URL からアクセスできます。使い方は簡単。クイズの出題者が部屋を作成します。オプションを選ぶから部屋作成者のみリセット可能、部屋作成者のみサウンド再生可能を選択し、新しく部屋を作るをクリックします。ニックネームを入力して参加するをクリックします。左下のシェアボタンをクリックすると4桁のパスワードが表示されるので子どもたちに伝えてください。子どもたちは早押しボタンオンラインにアクセスしてパスワードを入力、ニックネームを入力すれば参加できます。これで準備は完了です。実際のクイズのやり方は通常通り、出題者がクイズを読み上げます。答えが分かった人は押すボタンを押します。そうすると出題者と回答者全員の画面にボタンを押した順に回答者のニックネームが表示されます。出題者は1問終わるごとにリセットボタンを押すことを忘れないようにしましょう。正解や不正解の効果音も用意されているので、クイズ大会の雰囲気をさらに盛り上げてくれます。学年によっては子どもたちに出題者をやってもらい、先生も回答者として参加してみてもいいですね。今回は一人一台端末を活用した早押しボタンオンラインをご紹介しました。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。